今皆さんがニュース報道で見ている戦争だけではない、うん、終わらない戦争と、そしてウクライナとロシアのこの問題のこの最中に次の戦争が生み出されている、準備されているという負の連鎖が結局断ち切られていない、うん、で一番怖いのは憎しみの種が植え付けられていくことなんですよね、うん、私は養母と出会う前は必ずイラクを憎めと、イラクは敵だと、隣国はみんな敵だから、そして戦争は勝ち負けだと、うん、でも養母は真逆の考えを私に教えてくれて、戦争に勝ち負けはないよ、双方が被害者であって、うん、双方が戦場に駆り出されて銃を向けてる相手が誰かも分からずに撃っていく、うん、でもそれは自分の残された家族を守るため、うん、盾にされていることがある。憎しみは次の戦争を生み出す種まきでしかないけど、うん、許すことって重要だよね、うん、そういう感情あなたは持って、ちゃんと人は国籍でも宗教でも肌の色でもなくて、うん、地球人であることを見て、うん、あなたは活動していきなさい、うん。